2回戦って3対3の引き分けというゲーム、今日のゲームを振り返ってまいります。さあ初回アランチの立ち上がりです。ツーアウトランナーセカンド、ランナー明石、バッター柳田、外の落ちるボールを、これはね、はい、まあ、うまく打たれましたけど ね、 そうですね、これがタイムリーヒット、ホークス1点先制です。これは初回の吉田正尚の打球はサードゴロ、2回です。この中村の当たりを義母のこのプレー、今日はよく守りました。本当です ね、 いい動きです ね、 そ、 うですね。そして吉田の今日の第一打席はこれを打って、これも強引に振っていったんですが、ファーストゴロ、この時点で2打数ノーヒット。ゲームは4回です。ランナー胸を置いて、またバレロ、カーブを捉えて、バッテンハークのカーブを捉えた打球がレッド線へ、胸が一生懸命走ってホームに帰ってきます。これで1対1の同点。その後ワンアウトランナー二塁一塁で、バッターは今日サメの西野、ストレートを逆方向、これが一つになってタイムリーヒット。バレロがホームに帰って勝ち越し2対1。ここはうまくバッテンハークを攻略しましたね。そして5回です。ワンアウトの後、吉田正尚の打球はライトへ、ラジサが出ましたね。0対29号プロポーズの1点追加、まあ、この時点で3打数1安打ということになるんですが、はい、7回です。ランナーセカンドで、いやこれは6回です。ランナー3の1で高田打球が、これシュートの足、これ完全に、ね、タイミングアウトだったんですけどね、うまくスライディングしましたね。3対2、7回ツーアウトランナー2塁で牧原、これもツーアウトまで行ったんですが、ここでセンターへのタイムリーヒット。この辺は本当に勝負強さですよね、こういうやっぱりこのしぶとさですね。はい、3対3の同点です。7回の裏、4打席目の吉田正尚の打球はレフトへ上がってシュート、フェンスいっぱい、あと一伸びありませんでした、この時点で4打数の1安打、はい、そして9回です。ツーアウトランナー2塁1塁でバット野村、プロ初打席のこの打球がライトへ、これがヒット。まあ、ここで荒西が8回と3分の2降板ですが、野村も万歳でした。ここでカンペがマウンドに上がってバッター牧原だったんですが、まだ目立たなかったけど、ね、この満塁のところですからね、これフォークボールで処理したんですかね、はい、で延長戦突入12回ツーアウトランナーなしで佐野が三振という中で、で試合終了。結局今日のゲームは3対3延長12回規定によって引き分けというゲームで、今日のバファローズ吉田正尚は5打数の1安打、打率は3割2分2厘となったという今日のゲームでもありました。